さあやっていきましょう。9月後半号、もしも清宮が4番でスタメンで固定され続けたらハムはどうなってしまうのか、3年目の清宮ですねの9月編です。9月後半編です。あ、そうだ、今日模式を上げる日だったやんけっていう風にね、先ほど思いまして、おもむろに撮り始めてしまった。今22日の0時18分。うむちょっとちゃんとあげようと思ってるんだけどさ、ついちょっとこうトラッキングが、目こすったトラッキングが外れちゃった。ついちょっとね、後回しにするかみたいな、まあちょっと後回しにするかみたいな、そういう甘い気持ちがね出てしまった。ミラバルがここ勝ってたらもうかなりな、ここで5失点するかな、ミラバルな、ミラバルな。なんでミラバルダメなんだ、なんで抑えられないんだ、球速いだろ、めちゃくそ球速いはずなのに。あ、で、上見えますか、上の数字なんでしょう。打撃成績、打率1割9分2厘、試合数60、打席数170で安打数28。これ清宮の今年の打撃成績ですね。どうなんすかどうなんすか、最近の私。それで行こう。清宮の成績については言いたいことがいくつかあるぞ。そういう感じですね。ちょっとミラバル見させて、ミラバルの練習。まあね、1割9分に、もう2割いかないこの低打率。しかもこれね、3年連続でこれぐらいの成績なんですよね、清宮ってね。どうなんだろうね。どうなんだろうねって言うまでもなく、どうなんだろうねなんだけどさ。めちゃくちゃミラバル9位高いよ。成績はイマイチだけど。いい選手だよ。いい選手だよ、これ。うん。フォークボールとか磨きたいね。カーブでもいいけど、フォークでもいいけど。なんでもいいから。なんでもいいから、もうちょっと抑えてほしい。これが抑えでは。なあ。今年、防御率がいい選手を抑えに回してもいいんじゃないかな。関根を抑えにするぐらいの方がまだマシかっていうぐらいですね。見ましょうか。2軍には平下と島田が延々と鍛えてます。島田はね、これでいいのかな、選球眼が低すぎるからね、うん、まあええか。ニラバル変化球かな、落ちる系の変化球かスライダーか、どっちでもいいから、変化球もうちょっと良くないと、それを打たれちゃうって感じになってる。そういう悪循環が働いてるね。関根、そして、ここで正田投げさせてみるか。投げたがってる。うん、正田の投げたがりが成功したね。12本ヒット打たれて、13本ヒット打って、スコアがあんなに差が開くかっていうぐらい開いてますけど、まあ、監督がいいのかもしれないね。うち今監督が。大沢親分がいいのかもしれない。清宮の成績について言ってないな。3年連続で、1年目からこれぐらいの成績なんですよ。で、試合数は、まだ、試合数っていうか、打席数は、10打席ほど1年目よりはまだ少ない状態なんで、まあ、ヒット数だけじゃなく、一つ、うんぬんでは語れないところがあるんだけど、明らかに1年目よりも、だよね。まあ、特に清宮の成績で、ここはあかん。これも見なくちゃ。後半見ちゃうとあれだね。10月になっちゃうんで、まだ10月入ってないんで、ここの試合見ます。あは。後半号ちょっとあれだね。って考えると、後半号がちょっと
月後半号が月後半号が1週間と半分分ぐらいしかないんで、月前半号と比べたらちょっと回数が下がるね。だから次回からやるときは月後半号を2週目の後半、3週目の前半、3週目の後半、4週目の前半までにするか。そういうふうにすると4週4週分ずつになってバランス良くなるね。そういうことでしょうね。よし、ここ負けられない、めちゃめちゃ負けられない一戦に関根を先発。ここはオーナー賞1000万出してもいい。スタメンを確認。坪井、小笠原、新庄、清宮、小坂東、稲葉、金子、野口、田中健介。ここで中で、この中で変えるべきっていうのは、サードフロストいいね。サードフロストいいけど、小笠原には変えられないし、まあ、一番勝ちを狙うなら小笠原をファーストに移動し、で、そのサードにフロストを入れる。清宮は出さないっていうのが一番いいかな。いやでもね、清宮はまあまあ打ってますね。こう見るとね。こう見ると清宮はまあまあ、まあまあじゃないか？まあこのね、超重量打線の中にあって、4番が仕事してないから、あんまり。こんなもんに収まってるけど。これ一番いい打線の組み方をすると、1番坪井、2番、ここは変わらなくて、新庄、おバンド、あんま変わんねえかな。うん。今時点でまあまあなスタミナ組めてる。清宮をまあ6番とか7番にするかぐらいだね。お、近鉄ちょっと弱いですね。で、清宮の話に戻りますけどね、ホームランの数がね、4本なんですよ、今年。打席数は1年目と、まあ10打席少ないだけなのに、ホームラン数が4本なんですよ。で、まあ一応出塁率は3割で、1年目の成績、2年目の成績に比べると、まあ、若干高めなんですけど、通算成績見えるかな？ちょっと見えないかな。こう通算成績。ちょっと右が移動できないんで見切れないですけど、1年目の清宮の成績、2018年は、出塁率が2割8分3厘。で、2年目が2割7分。で、今年は3割あるんですけど、ねえ、こうしてみるとね、こうしてみると、打率が3年間で一番悪いし、安打数もまあ当然少ないしってなってね。まあなんだろうね。ちょっと間違えた。なんだろうね、すごい球を見てるようになってるのかもしんないんだけど、最近6試合の成績とかで見ても三振が多いね。その三振の多さが、やば。ちょっとここ試合決まるかもしれん。いやー素晴らしいな。そこを 1,2,3 のダブルプレイ。あ、清宮ね、ちょっとね、フォアボールを取りに行ってるような気がする。そのために三振が増えてる。追い込まれて、塁に出ようとして、だからその、フォアボールが取るっていうことは、まあ、4つボールを集めてるってことだから、4つボールを集めるまでに、ストライクをね、打てる球を打たないんじゃないかなっていう気がする。もっと積極性を持つべきじゃないかなと、外野から見てて思うけどね、清宮に関してはね。ホームランが見たいんだよ、清宮の。出塁率3割になったからって、いやー、あまり別にだからどうってことよ。それ取りに行くフォアボールはいらない。与えられるフォアボールだけを取りに行けばいいと思う、清宮はね。ってことを思います。アザラシがダベってる。アザラダベリ。やっぱね、ホームランの数がね、1年目7本、2年目7本なんですよ。それ下回るようじゃね、ダメですよ、清宮は。せめて去年を超えていかないと、ホームラン数はね。
出す。なんせさ、高校時代のさ、ホームラン数がさ、ね、歴代最多のバッターですよ。100、111本だったかな、忘れたけど。いやー、バントさせとけよかった。清宮ね、なんかこのまま、ファールです。ファー。清宮、このまま行くとなんか、斎藤佑樹みたいになりそうだよね。ならんと思うけどさ。斎藤佑樹にはならんと思うけどさ。斎藤佑樹今年引退じゃないですか。ね。大した見せ場も作れずさ、引退しちゃうよ、このままだと清宮が。いいのか、よくないよ。それじゃハムはもうよくないよ。もしもさ、もしも中田の翔さんがさ、FA で出て行ってたらさ、終わってたぞ、ハムは。多分、清宮が出て行ってたら、ファースト、清宮じゃない、中田が出て行ってたら FA で、清宮ファーストはもうほぼ確定みたいになるんでしょ。なったらさ、打率2割も満たないバッターをさ、ファーストで固定することになったわけじゃん。数年暗黒だよな、そんなことになったらね。そんなに清宮は、ダメな選手か?2割ぐらいしか残せないような選手なのか。こっちより年度別の成績の方がいいな。面白いな。ねえ、これもうちょっと右にホームラン数が出てきます。この右にね。この横の方に、774と書いてありますね。ホームランがね、ホームランもっと打ってほしいよね、清宮にはね。そういうとこ。打率はね、こう見ると下がってるしね。ホームランも打ててない。でも出塁率上がってる。どうだろうなーっていう。まあまだね、まだ40試合ぐらいあんのかな、試合数がね。だっけかな。だからもうちょっと試合数あるから出てほしい。出る中で、ホームラン数は、前年度を超えてほしいね。少なくともね。少なくとも。盗塁。さあ、絶好のチャンスです。ツーアウト、一塁、二塁、三塁。外のスライダーを空振り。この門倉は、まあ、フォークボールでしょうね。特徴は。スライダーとフォーク。まあ、現役時代のカードクラブも結構フォークボールピッチャーでしたよね。割とフォークボールを多投する。でもまあ結果を抑えるみたいな。大リーグに渡ってたっけかな。渡ってたっけ、カードクラブって。どうだったっけかな。韓国とかで結構長々とね、キャリアを積んだような気がする。カードクラブって引退。近鉄ベイスターズかな、次は。その後でもね。門倉って一時期巨人でも投げてなかったっけかな。どうでしたっけ。うつろ、覚えがうつろ。ちょっとこう大事な場面かな。全然大事じゃなかったね。ゲッツ。さあ、そろそろ関根をこれあれですね。変えた方がいいかもしれない。ちょっと大村させないですね。バントの、いやー、わからんな。難しいシーンですね、ここは。ねじ伏せてほしいけど。フォアボールは一番いけないよ、フォアボールは。結構、この模式をシリーズ、近鉄と試合してる気がする。取れるか?いいよ。6回まで投げ切ってくれれば、関根になんとか、7回、よし、
これがサード守備適性のない小笠原をサードに回しているということだよね。まあ、清宮を無理やりファーストで使うために小笠原に負担がかかってる。まあでも現役時代の小笠原はサードを守ってたけどね。次の1球大事。この1球大事。素晴らしい。素晴らしい。ここ大事でね。ここ大事っていうか、ここはまあ抑えると思う。2割1分7厘のロース。はあ、なんて素晴らしいピッチングなのでしょう。この回勝つぞ。この回1点入れていく。水飲みます。なんとか出てほしいね、金子誠に。やるじゃないの、やるじゃないの。ここで代打を出すという戦術。野口、まあ右コーダが高いな。まあ出して右コーダの一番高いの東で、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 赤田、東で、赤田、東で、赤田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 、代打赤田。どうだろうね。あれ赤田って両打ち、今なんか右打席になってなかった？あれ右打ちだっけ？あれあれ赤田両打ちのイメージがあった。まあ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 、まあ、田中健介が塁に出てくれれば盗塁できるから、まあ坪井のヒット1本で1点取れる。いやー、門倉君臨してるな。君臨してるな。やっぱ門倉ってクソだわで有名な門倉です。俺の戦術がクソだわ。生で見た。そして門倉ってクソだわ。コピペをちゃんと言えない。お前ら球場にも行かず門倉を批判すんじゃねえよ。俺は実物の清宮どうのこうの、実物の門倉どうのこうの、やっぱ門倉ってクソだわみたいなコピペがあるよね。有名なコピペがね。新庄のホームランか、バンド新庄だよな。いやー、清宮がねー、勝ちに行くぞ。もうここは勝ちに行く。武藤は原田で抑える。もうデッドボール与えたね。バカがよ、バカが赤田を投げさせて、赤田をキャッチャーにしてるんだよバカが。俺とかいうバカが赤田を。今の采配は最悪だったな。歩かしちゃったもんね、武藤。武藤を歩かし、武藤を走らせちゃった。二塁に行かせちゃった。投げた。フライが上がった。そろそろ守備固め入れてもいいかもな。いや、まあ、9回裏にしよう。いや、変えよう。この場面。サード小笠原に変えて、森本ひちょり。守備力段違い。段違い。よしよしよし。マウリシオに、そのまま原田でいいわけはないか。
立山ですね。まあ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 、立山はね、うちで一番いい長継ぎだから、性能的にはポテンシャルホームランじゃないか、ホームランじゃないか。立山がさ、立山がさ、なんで抑えれないんだ立山が。これもちょっと怖いぞ、フェンチョク下手したらホームランだ。あもし清シリーズの中で何度か立山が炎上してるよな。なんで抑えられないんだ立山が。おかしいだろ、おかしいだろ、立山が抑えられないのは。これだぞ、このこれだぞ、こんだけのカーブがありながらなんで抑えられない。いや本当になんで抑えられないのか立山が。おかしいよ、おかしいよこのゲーム。いやーもう9回表 2点差、勝ったと思ったよもう。あー関根の勝ちが、関根の勝ちが、石本がいいか東出がいいか、石本でしょうね。大塚秋文が出てきた。これ焼き付く内では、すごいスライダーとすごい縦スライダーを持った選手になってます。現実に縦スライダーあんま投げてるの見たことはないけどね、確かパドレスかなんかに移籍したんだよね近鉄の後ね。あの第1回 WBC あたりで活躍して、その活躍もあってメジャーに渡ってパドレスあたりで活躍した気がするけど、そのどの程度の成績残したかはあんま覚えてな。稲葉もな、平下がいれば平下大変出してたな。年齢の問題で平下を下に置いてるけど、これもいやーすごいね、大村余裕で取ってる。次キャッチャーなんで代打を出そう。フロストで一発か東出で、左コーダー右コーダー、まあ東出かな。東出を出して、まあ長打はないからヒット2本でってことになるけど、まあ東出して、ちょっとバントかな。これワンツー。うん。なんか内野ポップフライとか打ち上げそうじゃない？ワンスリー。ここはもう一回バントの構えをしてみよう。よし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 。もぎ取ったね。ここに代打フロストですね。あ、でも高打力じゃ王健生の上か。どう見る？どう見る？どうする？高打力じゃ王か。いやでもフロストの一発にかけようかな。フロスト長打狙い。うん、いや緊迫するな。うん、ワンストライク、ノーストライク、スリー、ツーボール。いや、すごい縦スライダー今来たね。うわー、それは振っちゃいかんわ。かろうじてあれだ、ツーストライク、ツーボール。
そしたらスリーボール。おお、おほう。で、フロストショートに出してるから、まあ、キャッチャー大牽制か。フロストのところに大牽制出して、気がしてしょ。まあ、いいか。大牽制はそのままキャッチャーで入ってもらうから、まあ作戦としてはまあこれでいいんかな、守備位置は次の回、もしも同点に追いつけばいじれる。しかしまあ坪井だね。ストライク入ってませんね。嘘だ。まあ最後まで見せ場作ったけど、勝ちきれんかったな。勝ちきれんっていうか、まあ負けだよね。負け負け負けは負け。最後にもうちょっとうまくいけば逆転できたかもしれんかったけど、まあそれでも十分うまくいった方だな。よくあそこまで繋いだ。しかしマジック3で2位ダイエーが 1.0 ゲームで追いついてきてます。非常に怖い。もうほぼ立山だよ。ほぼ立山のせいだよ。立山が抑えれば勝ててた。勝ててたよ。ああ、中継ぎ抑えの大事さをね、このゲームを通じて学ぶね。あともう3ゲーム。いや、新庄150打点いきそうな勢いだな。小鶴誠抜くんじゃねえか。オッケー。多分、次か次、その次ぐらいでも決まっちゃうね。優勝か優勝でないか。でも、ここを一つ間違えれば。優勝も逃すね。雨です。何もできません。ということで、今回はここまでです。次回が、ちょっと楽しみですね。次回が、情報で見てみましょうか。次回がいよいよ、チームの情報、月のスケジュール。9月4週後半、ビジターでライオンズとの参戦ですね。雨でも、西武ドームなんで、やれることでしょう。勝敗で見ていく。3ゲーム、5割9分1厘。成績表。こう見るとやっぱうちのチーム失点が多いよね。防御率4点台。打率はまあ、一番リーグ屈指だけど、盗塁数も多いし、ホームラン数も多い、得点も多いけど、この失点がね、響いてますね。しゃあなしだけどね。見てみろ、セリーグなんて。みんな防御率4点台なんてチームないぞ。それに比べてうちのチーム。ただし、打撃成績じゃ抜群だな。打撃成績2割8分3厘がチーム打率ってすごいかもしれん、実は。実は、すごいのかもしれない。9月、9勝8敗。まあ、勝ってるけどな。ね、負け越してる月はないわけよ。まあ、ないわけよね。一方、大栄。勢い、ちょっとね、9月に来て、ちょっと勢い落ちてますね。まあ、9月、ライオンズ。まあ、ちょっと落とし気味かな。参戦。勝ちたいね。ということで、今日ここまでにしますか。もしきよ。9月後半号でした。10月、来月の頭ぐらいにあげるかな。来月はもう一本でいいかもね。10月号でいいかもね。10月後半号とかにしなくていいかもしれない。試合がないだろうから。
あのってあでも日本シリーズ編とかになるかな。まあ日本シリーズまで入れないにするかな。日本シリーズは多分現実のプロ野球でもちょっと後ろにずれ込んだりして10月中にあるのかな。ちょっとそこわかんないですけど、ということで、もしかしたら10月は1本だけになるかもしれないですけども、はい、ということで、また次のね、もし清でお会いしましょう。清宮の成績は次回10月上げる頃にはもうちょっとね、見れる成績になってほしいね。2割にも乗せてほしいし、ホームランも7本以上は打ってほしいという、そういう感じで見ております。もうあんまり日ハムの順位は見てない、今年はあんまり見てない。セリーグなんかもっと見てないけどね、今年あんまり野球見てないな。コロナのあれでね、すごい待ち望んだ感あるんだけどね、いざシーズン始まるとなんかそんなに見ないなって感じになっちゃってますね。よくないよくないけどね、てな感じです。もし清シリーズは続けていきます。ほんなまた。